カープライブネクストジェネレーション、略してネクジェネ。何言ってくれないんですか。はい、はい、私はい、なんかこれ、うん、わかんない、なんか言ってって軽く言われてやってみたんですけど、うん、どういうことですか、ネクジェネ、ネクストジェネレーションというのは。なんかね、はい、何、これからの若者というか、はい、次の世代たちのね、はい、車好きを取り上げてやるコーナーなんですけど、うんうん、1、2、3回と女性と来て、4回目になんと男性が来てですね、おお、なんだ男性もありなのかという感じだったんですけど、はい、今回はまたやっぱり、ね、うんうん、女性、ちょっと待って、女性じゃない人があれに立ってる。いや、びっくりした。女性って言ったまま呼び込んで、うんうん、やっぱ言えないじゃないですか、はい、今の時代、はい、もう女性として扱うしかなくなっちゃうから、どうしようと思ってました。確かに難しい世の中ですからね。そうですよ、はい、まあ、今回はこちらの MRS のオーナー、はい、早速お呼びしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞどうぞ。よろしくお願いします。パチ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 、はい、お名前は、穂坂と申します。穂坂さん、穂坂さん、はい、はい、こちらのオーナーということで、お若いんですか。28歳です。28歳。若っ。同い年ですよね。バレた、バレた。いや、めちゃくちゃ若いと思ったら同い年、はい、まあ、あの、今回のネクストジェネレーションは穂坂さんの MRS ということで、うん、これはまあ、ご自慢の MRS というか、まあ、車が好き。はい、うん、大好きです。ちょっとなんとなく自慢していただけたらなと思いますけど。まあ、一応ですね、はい、まあ、この小さい可愛らしいフォルムに、うん、まあ、後ろにエンジンがあって、まあ、とても軽快に走るという、うん、とても楽しい車です。可愛、はい、はい、いですよね、マレース。終わり、うん、終わり。まあ、一応後からいろいろ、うん、いや、なんかね、今パッと初見でなんかツッコミどころがね、はい、あって、え、シートにね、はい、無限って入ってるわけですよ。はい、ここに、あのね、私ね、うん、この車見ててちょっと分かんなくなったこと1個あって、聞いていいですか。はい、これホンダの車じゃないですよね、MRS って。トヨタです。ですよね、はい、に無限、おや。ステアリングにも無限って書いてある。え、嘘嘘、見せてください。はい、ここに無限って書いてある。やだ、本当だ。やだ、本当だ。穂坂さん、ちょっとね、やっちゃいけない系だよね、これね。これ何？ニスモとか、あ、貼っちゃってない、貼ってない、どっかに。大丈夫？いや、絶対ある、これ。あ、でもエンブレムちゃんといる、ここに、うん、よかったよかった。へえ、これ。なんで無限が好きなんですか？無限が好きです。他にも理由はありますが、うん、それは後ほど掘り下げていただければと思います。いやいや、もったいぶらずに。教えてください。MRS も好きだけど、無限も諦められないとか、そういうことですか？そうですね。もともとホンダの S2000 の無限仕様に乗って、はいはい、おりまして、うん、はい、まあ、その兼ね合いもありまして。あ、たまたまサイズが一緒だったとか。た、はい、うん、で、まあ、その時のパーツを移植したわけ。あ、でもないです。でもない、新たに購入したものも、はい、あ、嘘、移植できるものばかりじゃなくて、新しくわざわざってことですか。あ、そうですね、はい。まあ、ちなみにこのシートはその内装の色に、うん、合わせて赤黒で揃えたくて。確かにかっこいい。そしたらたまたま無限だったわけじゃないでしょ。まあ、わけではないです。、はい、この色ぴったりじゃんって言って無限って書いてあったんだ。谷口さん、1個いいですか。はい、どうぞ。大事なこと、すっごいこと気づいたんですけど、これ見えますか、ここ、うん、エンジン乗ってますよね、絶対ここ。あそこに無限って書いてある。ちょっと見えません。ほら、私見えちゃったの。そう、ちょっと穂坂さん来て。どういうことですか、これ。あそこに無限って書いてある。ね、シール貼りました。いや、貼ってません。え、正真正銘、ホンダのエンジンが乗っております。あらま。え、どういうこと。これは MRS なんですよね。はい、 MRS ってホンダのエンジン乗ってるってわけじゃないですよね、うん、ないよね。そうですね、はい。もしかしてヴィンテージカートライさんで売ってた。あ、さ、やる、やりかねない、やりかねない、うん、やりかねないですよ。これ開けてください。はい。もう尋問受ける人みたいな。入ってなんか変なもん住んでない。大丈夫です。あ、もうちょっと、見せてもらうよ、物検査はね。はい、
ぜひ。なんかやばいもの積んでない。2位ですからね。やばいもの積んでるじゃない。やばい。ねえ嘘。これ逮捕だ。逮捕。現行犯逮捕だ。ねえおかしい。TRD って書いてあってこっち無限って書いてあるんですよ。どういうことですか。これは何のエンジンですか。これはですね、腰下が、まあ、エンジン自体は K24 というエンジンで、うん、腰下が、まあ、オデッセイとかに積んである K24 なんですけど、うん、ヘッドはインテグラの DC5 の K20 を使っております。ちょっと難しい、わけわかんないでしょ、言ってること。わかんないで、ヘッド普通は、はい、まあ、2リッターとかの、はい、S2000 とかインテグラとかのエンジンを乗せましたっていうパターンだよね普通ね、はい、だけにとどまらず、はい、さらにオデッセイの腰下を使うことで排気量アップして 2.4 になってると、はい、いうことだよね、はい、ってことはより馬力が出ちゃってるってこと。はい、何馬力ぐらいなんですか。一応駆動ロスを考えないケースかけなしの生馬力で280馬力。エンジンのこの生だと280馬力、はい、なんでこんなことになってるの。え、これ結構車好きの中であるあるですか。それともないあ魔改造の方ですか。魔改造、はあ、他にいる、こういうこの仕様って。ああ車自体はあるんですけども、うん、あんまり見かけはしないです。え、MRS にこの K 型乗せてる人っているの。はい、あ、いるんだ。いらっしゃいます。え、そうなんだ。え、簡単に乗るの。簡単には乗らないですけども、まあ、ちなみにその結構作業されるショップさんが関西の方が多いので、うん、関東で見かけることはあんまり、うん、なるほど。そうなんだ。一応いるにはいらっしゃいます。これはすごい。その中でも普通はやっぱり S2000 とかインテグラエンジンをパーンと乗せる方が多いんじゃない。はい、そうですね。基本的にはインテグラとか、シビックタイプ R の K20 を乗せる方が多い。このエンジン仕様だけでだいぶ高いよね。そうなんだ。前乗ってたエンジンはそういう時はどうするんですか。なんだ、ああ、もともとエンジン、はい、ぽいでしょ。あ、ぽいですか。お家に大事に取っといたら後で使えるとかないですか。多分なんかティッシュの予備を置いてるのと違うから戻すっつったらまたすごいお金がかかっちゃうんで、ね、そうなんだ。基本的にはっぽいだと思うんだけど、はい、これはご自身がこの MRS を買ってやられたんですか。これはもともと搭載されているものを僕の方で買いました。あ、この状態で購入された。そうですね、こういうパッケージだった。さっきちらっともともと S2000 に乗られてたとおっしゃってましたね、うんうん、この車の前に、はい、その車はどこへ行ったの。その車は、この車と入れ替えで手放しまして、その車を S2000 を売って、はい、こちらを購入されたと。はい、ちょっとなんか面白いです ね今28歳、はい、なんとなく車歴ってどんな感じですか。車歴は、免許を取得して最初に購入したのが、うん、FD サイエンス型の RX7、うんうん、その後に、AP1 型の S2000、うん、AP2 型の S2000、あ、全機構機と来て取り継いで、この MRS に。なるほど。タイプ S とかじゃなくて、はい、こっち来た。はぁ、二人乗りばっかだね。そうです。確かに。ね、必要性のないものばかり。でどん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 狭くなっていくというかさ。そうですね、ちょっとどんどんこじんまりしていくような、ね、確かに FD だったら後ろ一応行けるんですもんね。まあまあまあ、そうですよね、室内 あの空間の広さでいうと、うん、まあ広い、まあ、これ無限大に広いかもしれないけどね。上、うん、確かに上いくらでも詰めますからね。 S2000 も広いんだ、はい、上は。へー、そうですか。な、 MRS のこれのなんか惹かれて、はい、S2000 を壊したわけでもなく、はい、もう買い替えだと、はい、なんか被らないところに愛着が湧くとかですか、他の人と。あ、いえ、まあ、そういうことではもうないんですけど、うん、やっぱりもともとその MRS っていう車が結構その最初に免許取って本当に欲しいなって、まあ、中学生ぐらいの頃に思った車でもあって、憧れの、はい、まあ、いずれ欲しいなとは思ってはいたんですけど、まあ、紆余曲折あって RX7 を買って、まあ、S2000 を乗り継いでっていう経過の中で、まあ、やっぱりどんどんちょっと、まあ、買う機会というか。一番最初は MRS が欲しいなと物心ついた時に思った。そうですね、昔は、はい、なのに
ずいぶん遠回りしてそうですね、ついにたどり着いたと、はい、しかもエンジン変わってて、はい、どうですか、気に入ってます、まあ、本当に気に入ってます。すごいね。なんかでこの車のなんかいいところとかちょっとダメなところとか何かあります？そうですね、まあ、いいところは、うん、まあ、本当に、まあ、前に乗ってた S2000 に通ず、まあ、ホンダのエンジンってところ、うん、まあ、引き上がりですし、まあ、音もすごい軽いし、はい、速いところもまあ気に入ってますし、まあ、そうですね、うん、悪いところ、エアコンとかもちゃんと使えるんですか？そうですね、こちらはまあ専用でその普通にはつかないので、一応ライフの JB1 用 の、 あのコンプレッサーを。ライフの JB1 ってライフのその型式とかわからないからね本当に最初のライフ、有名なんだ、ライフって K でしょ？はい、はい、そういううまいこといろんなものを流用してなんとかエアコンは動くようになってるわけですね。そうですね、はい、パワーステとかも普通にいける、はい、MRS って電動パワーステじゃなかったっけ？そうですね、はい、これも電動のまま？電動ままです。なるほどなるほど、じゃ結構いろんなところのものを中にこう詰め込み詰め込みってできてる、まあ、あのそういろんなね、はい、割と知識とか経験とかいろんなことがないと完成しない車だね。あ、そうなんだ。ただ乗せてただ動くだけだったら簡単だけど、はい、それをちゃんといろんな機能も使えるようにして、でナンバーも取ってってなるとなかなか大変だろうね。はい、相当手が込んでる車なんですね。あとね、なんかまあ、何、はい、やはりね、本来前にあるエンジンが後ろにあるから熱害とかもあるでしょ、きっと。そうですね、かなり熱は。どういうことですか？ね、はい、ラジエーターはどこに？ラジエーターは前にある。前にある、はい、うん、なんかエンジンルーム内の熱が主に、うん、やっぱりね、この前から入った空気を、はい、ラジエーター通してそのあとはエンジンの周りの空気もこうどんどん抜いていって、なんとなくエンジンルームの中の温度を下げたい、前にある方がやっぱ冷やしやすいけど、あ、そっか、後ろにあるとやっぱそこちょっと苦手だよね。じゃあ私が乗ったら暑いとかじゃなくて、ここが暑くなっちゃうから弱いってことか。そうそう、だからね、この横の方にね、はい、こっから風が入るとか本当だしてあるけど、エアインテーク。そうそう、エアインテーク、これはどこに行ってるんですか？はい、これは一応エアクリの方に、エアクリの、エアクリが通ってるんだ、ここにあってね、はい、あの冷たい空気を吸わせるためにここに持ってくると。うん、向こう側にも穴があってね。あ、そうなんだ。じゃあちょっとエンジンかけて見ていただきたい。はい、これ高回転だと分かります？ VTEC の音がする？分かる、まあ乗ってて今 VTEC 入ったとか分かるんじゃないですかね。あ、聞きたい。いや、空回しじゃ分かんない。どう、あ、分かんないんだ。 M、 ありがとうございます。これでも不思議なんですかね、分かる人からしたら。どういうこと？エンジン音こう踏んだりしたら違うって分かるんですか、純正と。あ、音はあのホンダが分かる人にはわホンダサウンド、あ、分かっちゃう。なんかでもね、まあ、もちろんエンジンもだけど、排気音って、はい、駅前にからマフラーから出るその距離感とかその作りでサイレンサーの作り方とかでも変わるから、ああ、なんとも言い難いけど、なるほど、まあ、MRS の1600台ね、もともと。あ、1800。1800か。うんうん、あれ1800だけだったっけ？1800ですね。はい。2ZZ。あ、1ZZ。1ZZ。1ZZ。と、はい、とはやっぱりサウンドが違うんだろうけど、うん、俺もそんなに MRS マニアじゃないから、わからない。ああ。でも、ホンダはホンダの音がするだろうね、例えば。ここから出る音はね。排気音じゃなくて、こっちだとちょっとね、わかんない。ちょっと吹かしてみてもらっていいですか？はい、嫌じゃない程度に。おお、はい、レスポンスよく力強そうな感じですね。なるほど、いいじゃないですか。ありがとうございます。
これで苦労されてるところじゃあ別にないんですね。そうですね、特段、まあ、故障はそんなにそのエンジン系はないんですけど、うんうん、まあ、自分が乗り始めてからはそのエアコンのコンプレッサーが振動で、うん、JB1 が、はい、JB1 が割れまして、うん、直したりとか、はい、この車を購入されてからご自身が手を加えたところって何がありますか？そうですね、自分が購入してからは、駅マニとマフラーをワンフルで製作してもらって、と、まあ、あとはその、まあ、自分が好きな、まあ、ホンダ要素取り入れるその原パーツだったりとか、このシートとステアリング、はいはい、あ、そうなんだ。これミッションは何を？ミッションは DC5 用の6速マニュアルインテグラの、はい。あとなんかここが変わってますってとこなんかありますか？そうですね、一応車両自体は、うん、最終モデルのファイナルバージョンというもので仙台限定車なんですけど、うん、そうするとその、まあ、内装とかも多少違うところもあるんですけど、外装がそのシルバーの、まあ、これ、はいはい、あ、こう色使いがところどころこことか、あと後ろとかに入ってまして、これはこれは違う、あ、そこは違います、はいはい、OK です、うちの大丈夫です、はい、仙台限定、はい、仙台一仙台、うん、仙台宮城の仙台じゃなくてそう、一瞬そっちかと思ってました、はい、仙台限定って仙台しか売ってない、あの仙台という地域でしか売ってない車じゃないから、そういうことあるんだと思っちゃって、ないから仙台エディションだと思ったら違いますね、はい、あとね、はい、一応やっぱりリアエンジン、いわゆるフロントエンジンがないから前が軽いじゃない、はい、このエンジンの方が重たいじゃない、はい、それに対してのなんか、セッティング変更みたいななんかしてます？そうですね、多少、まあ、リア上がりの車高にしてたりとか、バネレット上げたりとかしてない、はい、特には今はしてないです。どっか走ったりするんですか？そうです、まあ、今はたまにドライブというかそれがメインで、はい、ドライブサーキットは走ったりしない今のところは、はい、Sタイヤ履いてんのに、はい、前オーナーさんからそのまま、はい、横浜の A050 は履いてますが、じゃあ走れちゃうやつ、うん、よくよくはよくよくは、はい、行きたいと思っておりますなるほど、どこ走りましょうか？そうですね、どこがおすすめかありますか？まあ、筑波とかじゃないですか、うんうんね、ぜひ走りも楽しんでください、はい、はい、というわけで、まあ、なんとなくこの車の、ことをお伺いしましたが、はい、ちょっと乗らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか？はい、はい、ぜひお願いします、はい、私横に乗っていいんですか？いいんですか？あ、どうぞ。なんかね、オーナーさんが横乗った方が嬉しいんじゃないかなと思って。あ、いえいえ、もう楽しんでいただいて。あ、わかりました。じゃあ感想をお伝えします。あ、そっか、動画見てもらえばいいのか。何でもないです。はい。じゃあ。行ってみましょう。行ってきまーす。お、早っ。これ気持ちいいわ。楽しいですか？あのね、はい、やっぱ1トンぐらいの車で、はい、この馬力むちゃくちゃいいわすごい、ちょっとね、加速びっくりしました力ありますね、本当に。で、リアエンジンだから、はい、トラクションもいいし、あ、車は軽快だし、これはいい。もうまだ動き始めて2、300メートルだけど、もうこの車気に入った。楽しいですか？これいい。すごい、もうなんかエンジンが走ってるみたいな加速する。なんか本当加速の仕方が前から引っ張られてるみたいな加速の仕方しますね。ね。うん。すごいすごい、本当に ね、すごい刺激的だね、これ。これすごいですね。これはいいわ。やべえ、欲しいこれさっきチラッと言ってたじゃないですか、欲しい車あるって、うん、結構こっち揺らぎません？この仕様、 S2000 欲しいって言ってたけど、あ、いいんですか？はい、ね、言ってましたよね。これ
楽しいなこれ。え、結構揺らぎません？これ揺らいでない？これはこれですごくいいなと思う。あ、欲しい車が増えてしまった。いや、MRS に K 型エンジンありだな、はい、怖いこれは楽しいよ。あの土屋さんの豆号にちょっと勝負してみたい感じだなこれ。それに匹敵するぐらいの、いや土屋さんの豆号より速いかもしれない。あ、本当ですか？エンジンはね、はい、あとは車のバランスがどうかなんだけど、これそのままお借りして戦ってみるのありですね。ね、絶対いい。コーナリング性能がわからないけれども、うん、でミッションもね、すごくね、はい、軽やかに。そう、はい、すごいですよね。入りやすそうと思って。お、入りやすい。で、エンジンのレスポンスがいいから、はい、あの、乗ってる俺、ペダルワークをするのが楽しい。へぇー。自分の思った感覚の通りに、答えてくれてるんですね。これは、本当楽しいわ。瞬間の加速本当にすごいですね。うん、出来がいい。へえ。うわ、これいろんな人に乗ってもらいたいですね。ね、楽しいよって言って進めたくなりますね。これ楽しい。はい、もうやっぱ車がまず車体が軽いし、はい、エンジンパワーあるしで、車が軽いとこの旋回の性能もいいし。制動もいいし、いいことだらけなんだよね。なんかね、あんまり乗り心地の方よくわからないタイプなんですけど、実は、うんうん、これ結構違うなっていうのはわかります。これね、どう違うかすごい言いづらいんですけど、多分軽いからなんでしょうね。そう、本当に軽いからな。もうすぐさ、うん、グンっていくじゃん。はい、なんかね、加速の感じが、うわすぐ行くよね。あ、確かに前が軽い感じがすごいする、うん、こうなる感じがする。こうちょっと上がる感じ。これは楽しいぞ。あの小坂さん、はい、小坂さん飽きたら譲ってもらおう。うわー、私ね、小坂さんね、手放さないんじゃないかなと思ってます。この紆余曲折でこれにたどり着いて。そうだね、うん、気に入ってるんじゃないかな、すごく。で、意外とね、なんかまた違う魔改造があったとか言ってコロッと手放すかな。これはマジ楽しい。ほんと最近って、はい、軽い車がないのよ。あ、いろんな機能とかがついてるからですか？そう、あの道路交通法、その車の作るルールがね、はい、あのうるさいから、どんなに軽い車でも1200後半ぐらい行くわけ。それ言われたらめっちゃ軽いなって思いますね、うん、これぐらい走る車だったらね、はい、だいたい1400、1500みたいな車重が多いから、はい、こんなあの1トンぐらいの車、はい、これはやばい。でしかもなんかガタピシガタピシ、なんかボロい音もしないし、うん、しないですね、うん、これがね AE 走ることかだったら、はい、やっぱあのちょっとね、リングギアっていうファイナルがホエーってこううなったりとか、なんかこのアクセルオフでエンジンブレーキ的にジャラ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 ってなんか言ったりとか、はい、なんかいろいろね、やっぱ古さの音があるんだけど、この車はない。確かになんかそうですね、あの古い車の感じしないって言われたら確かにと思って、安定性は結構あるんじゃないかなと思ってました。だからこれ普段使いも全然ね、これ発進もしやすいし、うん、はい、クラッチとかも全然あの大した強化じゃないから、あの軽いからそんなにツインプレートとかそういう強化クラッチじゃなくて済むから、発進とかも楽ちんだし、ストレスなく、どっちもストレスがない。うわ、めちゃくちゃいいじゃないですか。めちゃくちゃいいこれ、本当にいいこれ。確かにこういう車ってよく慣れてる人でもエンストしちゃうものですもんね。そうそうそう、
このギアの入りもさ、はい、いいし。確かに入んない、リアじゃない。リバースとか入らないもんですよね。大絶賛。大絶賛。はい、というわけでこちら MRS 魔改造乗ってきました。はい。いかがでしたか。ね、はい。まあその今車内でも散々ね、はい、ニコニコで喋ってましたが、本当むちゃくちゃいい、はい、むちゃくちゃいい伝わってきました。私あの谷口さんの、うん、こんな楽しそうなインプレッション本当に初めて見たんですよ、うん、相当お気にでしたよ、ね、マジでオーナーにはこれはダメだと、はい、こんなの乗らない方がいいからもう譲ってくれって言いましたが譲ってくれなかったっすねえ、そりゃそうですよ。でも本当にね、車が軽いのにこのエンジンパワーっていうところで、はい、もうエンジンをこうアクセル踏んでエンジンを回してエンジンが頑張って重たい車をこう加速してっていう感じがなくて、踏んだらすぐ前に出ていくのでラグがない。NA というところでエンジンのレスポンスもいいし、でそのエンジンが出した出力に対して車の車重が軽いし、リアにエンジンがあって S タイヤ履いてるところもあって、もうすぐトラクションかかるしってところで、もうとにかくねアクセル踏んだらブーっていくんで、もう本当オートバイに乗ってるぐらいのレスポンスの良さで最高にいいですねなんとか保坂さんからこれ譲り受けようと思います。頑張ってくださいっていうね、保坂さんの、まあ、愛情と前の作った人の、作りが良くて、うん、MRS という車と MRS に K24 エンジンっていうのがもう完全にこう谷口の中に、あ、なんかこういいパッケージっていうね、うわ、のが入りました。近い未来僕が MRS 乗ってる可能性が出てきましたそうですね、さっきね聞いたと思いますけど、これで土屋さんの豆号と戦いたいとおっしゃってたので、ぜひ私それ実現してほしい。土屋さんの、ね、豆号とね勝負してみたいぐらいの車でした、はい、やりましょうそれ。あとはねその、はい、今日は行動試乗だったんで、そのコーナリングとかそういうポテンシャルは全然わかりませんけど、この加速感とトラクションはすごい武器だと思うんで、なんかね、やべえ MRS が欲しくなってきちゃった。あ、保坂の野郎恨むぞこんないいものを俺に教えやがってと。そうはい、はい、ということでね、はい、今回のネクストジェネレーションとてもね良い車に出会えました、うん、またね、我こそはというか、まあそんな完成度高くないと手を挙げないとかじゃなくて、うん、なんか私僕車好きなんですっていう方いらっしゃいましたら、このカープライムの方にですねご応募いただければ、取材に行かさせてもらうかもしれませんので、はい、よろしくお願いしたいと思います。お願いします、はい、ということで、はい、今日はご視聴ありがとうございました。それでは皆様チャンネル登録と高評価を本当にお願いします本当にお願いします。何なの今回のその切に願う感じ願ってました。あと大坂さんこれください、谷口さんに本当にお願いしますというわけで、はい、はい、今回はここまではい、ありがとうございました、はい、皆さんこんにちは。カープライムはなんと LINE を始めましたね。皆さんぜひお友達登録してください。お願いします。